したら、じゃあ、さあ、お願いします。あ、はい、はい。どうも、こはい、んにどちうも、は。こんにちは。いいっすね。あ、へお花畑、お花畑でいいっすね。LINE の書いただけ いいっすよ。いい感じですね。そう、やっぱり自分もさっき、誰でしたっけ？何でしたっけ？はい、言われたと思うんですけど、これ、あれ、見えないかな、ちょっと待って。はい、これ出で。た。はい。読んでますけど、豊田さんさっきおっしゃって、日経小児外科様が書かれた文章って非常に難しいのが多い中で、これ比較的講和っていう形なので優しく書かれてるって。ただやっぱり自分も教学がまだまだ全然足りないので、辞書代わりというか、それで、自分創価学会、元創価学会なので、共学の基礎、昔買ってたやつですね。買ってたっていうか、これ例えば出版の日付を見ると昭和63年の9月12日とか、その時代の、いわゆる例えばさっきの5時発経とか、もうちょっとこう非常に分かりやすく書いてあるものが資料として、手元に僕なんかは残したんですけど、捨てる日付を見ながらなんですけどね、それは利用してもいいんですよね、勉強のためには。まあね、僕も学会の御所辞典とか使ってますけども、気をつけなきゃいけないとこはね、そういう一般仏教概論的なとこはまあいけると思うんです。問題はやっぱりね、相棒についての記述はもう一切気をつけなきゃダメですね。もう相当昔からもう主君でありますわ。仏教大学大辞典あるじゃないですか、あり全ますね。5巻だか6巻のね、あれですらね、僧帽僧の宝、例えば「ケチ脈僧正」とか「唯一一人」とかっていうところになってくると、非常にこう恣意的に内容を変えてますわ、あんな古いのからして。なので、そういうご尊師方に対する尊信しなきゃいけないべき、そういうような内容項目はもう一切参考にしない方がいいし、そうじゃなくて、なぜ法華経なのか、なぜ日蓮大聖人の仏教なのかっていうくらいの概論としての、また広範な中国の故事とかね、そういういろんなのが出てきますね。梵海長領とか、日本でいうとなんとかって古代の歴史上の人とか、ああいうのはね、本当にきめ細かく学会ってのは調べてますから、そういうのは使えます。バリバリ使えます。使っていいんですよね。いいと思います。使っていいというか、辞書代わりですけど、そうですね。そういう使い方だったら大丈夫ですよ。で、なんて言うんだろう、勉強していく上で、僕も学会が作った、いわゆる御所辞典っていうのを、あれも確か昭和63年ぐらいの、僕は第3版ぐらいの持ってるんですけど、それは手元残してるんですけど、それに当たるような、なんて言うんだろう、大日蓮出版とかから出してる辞書みたいなものっていうのはあるんでしょうか？これがね、若手のご僧侶から散々「豊田さん、今に出ますよ、今にやりますよ」って聞いてたにもかかわらず、いまだかつて、そういう完全にこれですね、そうです、そうです。このく一緒らです。いまとまってるものはないですね。そうなんですか。ちょっと残僕も念いろいろ見たんですけど、ないんです。もうちょっと簡略化したような誤訳は多少あるけどね、やっぱこれだけ網羅してるのはないですよ。これはね、重宝してるんです、俺も。そうですね。自分も御所、お香とかに行った御所で読んだりするときには、そう、帰ってから使そうっですね。てるんです。なんかね、言ってた、その編纂してた若手のご僧侶が言ってたけど、結局著作権の問題までかかっちゃうんだって。一つの語句に対しての解釈文をそうバリエーションを持って書けないわけですよね。内容がもう短い文章の中でこういう定義しようとすると、そうすると先行していたその学会版の書物に、そのある表現になって近い表現になってっちゃう
ことがあるらしくて、そうするとその著作権の問題までなんか引っかかりそうなこともあって、でなかなかこのまとまりないんだってことはちらっと言ってましたね。だから現状では計画はあるみたいだけど、なかなか形になってきてない、残念ながら。はいはい、わかりました。まあ最近ではあのネットがすごくあの充実してきましたからね、大概わかんない言葉をネットで検索すると大概出てきますよね。あのほぼほぼ答えは出てきますよね。まあ気をつけて読まないと、あのちょっと天台宗系の話になったり、まあそこは気をつけて抽出すると使えるものは使えますよ。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい。